ギョギョギョイラストお魚図鑑ご異変でございます。まずコイちゃんといえば淡水魚の王様とも言われます。がっちりとした風貌、そして大きくなり非常に長寿なお魚として古くからおめでたいお魚と、されています。なんてたって大きなコイちゃんですと1メートルを超えるほどに成長することもあるということで、見た目も本当に立派でございます。このがっちりとした体つきなのですが、野生のコイはのごいとも呼ばれ、スマートな、体型で知られています。背にはビヨーンと続く長い背びれがあり、そしてちょっと飛び出た可愛いお目目、そしてフンと呼ばれる口先が、ちょっと長いのが特徴でございます。全体的には茶褐色を帯びていますが、角度によっては黄色く瞬くように、輝きます。この何とも言えない輝きが魅力的でございますね。鯉は非常に大きな鱗を持っているお魚ですね。頭の後ろあたりから丸くて大きな鱗がびっしりと並んでいます。お口は比較的分厚い唇、そして口ひげが生えていますね。2対生えています。そして鼻の穴は前鼻孔と後鼻孔の間に立てかけてあるような皮弁がついております。胸びれがちょうどエラブタの下あたりについておりまして、そして体の真ん中あたりに腹びれが1対、尻びれは1基1つついております。さあ、そして先ほど申し上げました大きな鱗なんですが、釣り上げた時には大きな鱗がバラバラっと飛び散ってしまうこともあり、お料理する時も鱗を取るのは結構大変ですね。そのため料理の手間を省くために鱗を、なくした鯉がいわゆる鏡鯉と呼ばれるドイツ鯉でございます。鯉をはじめ多くのお魚は、周りの水の流れ、また、障害物がどこにあるか、敵がどこからやってくるかなど、さまざまな、情報を司ることの、できる重要な器官、これがいわゆる側線でございます。側線は体の中央あたりに、ある鱗に、一つ一つ穴が開いていて、このように側線が、並んでいるわけでございます。魚に里と書いて鯉でございます。このコイちゃんを釣り上げるにはやはりさまざまな釣り方があるでございますね。コイは雑食性と言われていて、動物性のものも植物性のものも食べます。バラエティ豊かな食べ物を食べるお魚ちゃんなんですね。そのためコイちゃんは水草のような、植物ももぐもぐ食べますし、タニシや、シジミなどの貝類も好物であります。しかしながら、やっと見つけた鯉、ふわっと吸い込んだ時に、うわー、がっかり、中身が空っぽだったぞーっていうこともあるわけですね。水草、むしゃむしゃむしゃ、うわー、これ枯れてるじゃないか、悲しい鯉っていうこともあるわけですね。そこで鯉ちゃんはちゃんと食べる前に味を確かめるわけですね。それがこのおひげの役目です。このおひげは食べ物の味をしっかりと調べることができます。下にもある味蕾細胞があります。でも待てよ、コイちゃんが貝を吸い込んでもあんなに硬い殻をどうやって噛み砕くわけ。実は喉の奥あたりにものすごく丈夫な歯があります。これは咽頭歯と呼ばれて、コイちゃんは喉の奥のこの咽頭歯というところでスパッと吸い込んだ貝殻もバリバリバリと割ってエラの蓋のところからこう殻を出したりするわけですね。なんとコイちゃんが間違えて10円玉をスパッと吸い込んだ時に、おお、なんとですね、10円玉をぺちゃんとくの字に曲げて出してしまったという話もあるんですよ。すごいですね。さかな
君がちっちゃい頃は鯉を釣る時にはこれがいいんだよって教えてもらったこともあります。おいしい和菓子、さかなクンも大好物ですよ。芋ようかんが鯉の、とても、いい釣り餌ということを聞いたことがあります。あ、そう考えると鯉ちゃんって甘党なんでしょうかね。今ではボイリーという餌が主流と、聞きました。おいしい季節といたしましては冬の寒鯉でございます。冬に獲れる鯉ちゃんは、非常に脂が乗っておいしいということで、特に長野県の佐久の鯉、佐久の鯉を私もいただいた時に、おー、鯉ってこんなにおいしかったんだと感激いたしました。鯉をお料理する時ですね、これはもう必ずと言っていいほど、生きた鯉を使うというのが鉄則だそうです。これはうなぎちゃんと同じですね。鯉ちゃんはですね、もう切ないほど釣り上げた時もまな板を抜けた時もですね、ちょっと恨みしそうに目を下に向けてですね、稽古をじっとしてたりするわけですね。そんな鯉ちゃんをお料理する時なのですが、注意しなければいけない点がありますね。これはカワハギなどにも言えるお話でございますが、絶対に潰してはいけないよという部分がありますね。それは通称ニガ玉と呼ばれる部分ですね。ニガ玉とはこの緑っぽい、移動した、丸みを帯びた、器官です。これは胆のうでございます。胆のうだけに胆のうしようと思って食べてみたと、あー苦い、あとんでもなく苦いです。胆のうは胆のうしてはいけませんよ。お料理するときにはニガ玉を潰さないように気をつけましょう。ちなみにこのニガ玉、実は好んで召し上がる方もいるそうです。口の中に潰さないようにポンと放り込んで、いただくと非常にパワーが湧いてくるなんてお話を聞いたことがあります。だけど私度胸がないんでまだやったことがございません。完成いたしました。鯉ちゃんのイラストいかがでございましょうか。ぜひとも大きな大きな鯉を釣り上げてみたいところでございますね。以上、お魚イラスト図鑑鯉編でございました。次はどんなお魚かな、ワクワクでございます。